私の新婦人生をかけて最後の仕事をさせてもらうぞ。あ、そういうことね。仕事先を見つけろってこと？知らんがな。それで？体力を増やす場所はどこだい？あ、これもしや女神像。違うか。ゾーラかこれ。損傷具合は？はい。こんにちは。あなたはハイリア人ですか？そうです。え、向こうのあれ、ゾーラの子供やねん。申し遅れました。私はフララット。王室直属の書記官をしております。このミファー様の像が気になりますか？気になる。ミファー様、あ、こっちから見るんやね。それでは僭越ながら説明させていただきますね。この像はかつてのゾーラの英傑、ミファー様の像にございます。あ、なるほど、一緒に戦ったやつや。え、でもこいつなんか、こいつって言ったけど、めっちゃ可愛くない？とてもお美しく、お優しい方だったとか、全然ゾーラっぽくないやん、顔。そのお手手で、里の戦士たちの傷を癒した、と聞きます。僧侶的な感じ？ほら、刀身もなんかさ、こんな胴長じゃないことない、あれ。そんな戦士たちも、今や腰の曲がったおじい様たちばかり。なので、この里のお年寄りは、皆ミファー様を慕っています。詳しいことは、その者たちに聞くと良いでしょう。ほら、子供。こんにちは。誰？ハイリア人です。それは名前じゃないけどな。へえ。ねえ、ハイリア人なら遠くから来たの？ま、結構ね。僕の、やっぱいいや。知らない人とお話しちゃダメって、お父ちゃん言ってたし。なるほど。ゾーラ族にもそういうのがあるんやね、ちゃんと。あの子なんかめっちゃ走りやんやけど。はーい。なんだ？兄ちゃん。みんな同じような顔しとるな。それにしても変な顔だな。ハイリア人だよ。ハイリア人推し。ハイリア人？初めて見た。ハイリア人ってことは遠くから来たってことだよな。だったら途中でディーミ母ちゃん見なかったか？知らねえよ。母ちゃん水の化け物がバレ出してから帰ってこなくてさ。何それ大丈夫の？ま、そのうち帰ってくると思うけどな。楽観的すぎやしないかい？お、え、ご論族ここに来とるやん、なんか。あ、どうもどうも。はーい。こんにちは。マルートマートへようこそ。手前よろずやコーラルリーフさん。奥は工房ハンマーヘッドさんになってます。それともマルートにご用でしょうか？マルートマート。うん。よろずやさんと工房。二つ合わせた名前だよ。マルートマート、マルートマート。マルートマートで、ほほいの。ほーい。歌うなし。テーマソング、かわいいでしょ。他にマルートになんか聞く？大丈夫。またねー。そんなでっかく手振るほど離れてねえわ。ほら、ゴロン族おる。お、やあ、ハイリア人だね。この辺では珍しいね。僕は旅の途中で近くを通りかかったところを指導者にここまで誘導された頃。でも僕は電気の矢は触れるけど体重が重たいから君を背中に乗せるのは無理だぞって指導者に言われた頃。なんか失礼な話だよね。まあ、しょうがないよ。すげえ、なんかしよる。あの人が武器の強化とかやってくれるのかな、もしかして。あの女神像とかあったらさ、すげえ。これは落ちるのか。女神像とかあるんならさ、お祈りしたいんだけど。うるさいよ、何呼ばないで。何してるの。すいません、そこをどいていただけますか。何か発掘？彫刻かな？よくわからん。何これ？あ、頑張りガニ。なんか道がうねうねしとって確実に迷子になるパターンやな、これ。私、あ、ウォータースライダーみたいやね、これ。シューって降りれたらいいのに。ね、あれ、これ入り口に戻ってきたな。ね、この二人最初に話した。あ、ここもなんかしうる。工事中？あ、あなた様は、私、ゾーラ川であった、レトーガンであります。あ、一番最初の。わざわざお越しいただき、ありがとうございます。私のことはさておき、今はドレファン王にお会いになっていただけますか？大沼におられますので、ぜひ。ほうほう、なるほど。てか、元の場所に戻ってきたんだけど、大沼どこだよ。なんか考え事？はて、どうしたものか。あ、お年寄りね。ハイリア人。
リンク？貴様、100年前よくもミファー様を。待って、何を言うとるか。ミファー様に代わってこのモルデンが貴様を成敗いたすと言いたいところぞらが、今ゾーラの里の元老院はルッタを止めることで手がいっぱいぞら。ルッタって？貴様、100年前に生きたものならルッタのことくらい覚えておろう。神獣バルッタ、薬剤ガンの討伐のためゾーラの英傑ミファー様の操り神獣。しかしその神獣がなぜ今こうして雨を降らし里を苦しめるのか。ミファー様がいないからじゃないの。わしはこの雨は志半ばで倒れられたミファー様の涙だと思っとるぞら。なるほど、なんだなんだ、リンクは歓迎されてるのか恨まれてるのか、どっちなんだ。何、井戸端会議？指導士かっこいい、こんなちっちゃい子まで。なんかかわいいんだけど。天から降りし降臨が。お兄ちゃん誰？何の歌だよ。旅の剣士だよ、ハイリア人だよっていうとこ。ハイリア人かっこいい。でもでも指導士のがもっとかっこいいよ。キャッキャッじゃねえわ。そっちじゃないんだ、向こうに話しかけたつもりだったんだ。バイバイにしちゃった、まあいいや。あ、ヒレがない人。あなたハイリア人？私は指導寺親衛隊隊長のルトアと申します。親衛隊がいるの。あなた指導寺をご存知？知っとるよ。さすが指導寺、その名声はハイリアの方にまで届いているのですね。いや、ついさっき知ったの。ああ、指導寺、あなたのことを考えるだけで体がとろけそう。それに引っかえ里のおじいさま連中と来たら。ああごめんなさい。とにかく指導寺は素晴らしい考えをお持ちの方、あなたも一度指導寺とお話しされてみてはいかが。したけど変な人だったよ。あ、ハイリア人？はじめまして、私トーン、指導寺親衛隊の一人。指導寺のことを考えると夜も眠れないの。そんなにかっこいいのかね、あれは。あれ扱い。あ、お年寄りかな。これはこれはご客人、よくぞこのゾーラの里まで。お主はリンク、100年前薬剤ガノンに敗れミファー様を道連れにした商人に。その顔忘れもせんぞ。ミファー様を慕う里の老人どもはさぞかしお主を恨んでいることとら。しかし罪を憎んで人を憎まず、過去の過ちは水に流すとら。してリンク、私は今はこうして神父を退職し、今は悠々自適の日々を送っておるぞら。しかし退職後は毎日が退屈そら。こうして無意の日々を送り、あとは天に召されるだけかと思うと。何年生きるのリンク。ご賞ぞら、旅先でいい縁談があったらこのカポーダに紹介してほしいぞら。縁談？何、結婚？私の神父人生をかけて最後の仕事をさせてもらうぞら。あ、そういうことね、仕事先を見つけろってこと。知らんがな。そんな場所があるのかい。ねえ、お祈りする場所ないの？お祈りする場所。何これ？壺？壺っぽいね。爆破したらなんかいいことあるかな。え、何何？あ、何これ？魚の形しとる。へえ。まあ、それはいいんだ、ちょっと。よいしょ。はい。破壊活動。なんもないし。何あれ？忍びたにしか。タニシがいっぱい。何、訓練中？よ。おハイリア人、偶然にしてはできすぎだ。今ゾーラの里ではちょうどそなたのようにハイリア人を募集しておったのだ。よければ王の間に向かってくれないか。そして王の話を聞いて差し上げてくれ。うん、まあそれはいいんだけどね。こっちから来たんやったっけな、私。指導寺のかっこよさでなんか盛り上がっとるけど、ここかな。でもその前に、あったよ。試練を乗り越え克服の証を授かりし者よ。その克服の証4つと引き換えに望みの力を与えましょう。ハートの器を増やしてくださいまし。ハートの器を増やすのですね。はい、では望みの力を与えましょう。やった、これで5つ目。やっと5つよ、やっと5つ。遅くない？ハートの器ゲット。これで次は頑張りゲージを増やす。
お行きなさい。このハイラルに安寧を。ありがとう、女神像。てかさ、ここ宿屋とかない。あ、あっちにあるんか。え、この辺？この上にあるん。え、違うね。こっちか。え、どこ？ここの下？違うよね。いや、お？ファイリア人？ファイリア人なんだな。申し遅れた。小生の名はノール。小生はかつて指導士と共にハイリア人を探しておったのだが、そのハイリア人が自ら現れてくれるとは渡りに船である。とも言うのも小生、かつて指導士とハイリア人を探しているとき、王子に塔に置き去りにされてしまってな。なので気合一発、塔からゾーラ川に飛び込み、ここまで戻ってきたわけだが、小生、水面に映る自分自身に飛び込む姿に感動してしまってな。感動、何、美しくて綺麗には理解できぬか。飛び込む姿こそが人の最も美しい姿。そうかな。まあ、まあ、かっこいいっちゃかっこいいかもしれんけど。なので最近はダイビングスポット選定の日々なのだ。貴殿も滝を登れるようになったら、その美しい姿を詳細に見せてほしい。滝を登れるようになるの素敵じゃん、それ。この辺？あれか？え、なんか通り過ぎたよね。この下ってことかな？はあ。何ここ、掴まれる。掴まれるはいいんやけど。ああ、溺れた。くそ。どこだここは。あ、こっちに向かって飛べばよかったんか。なるほどね。はっ。た、助けてー。あ、なるほど、登れるんやね。あ、雨が。ああ、よかった。よし。戻った。あ、ここや、宿屋。月のマークが。ほうほうほう。ん？この辺の武器、これ武器じゃないの？あ、松明か。松明かよ、ただの。なんかさ、試練の祠でさ、いっぱい武器を消費したけん、何かしら欲しかったんやけど、その辺落ちてないんか？何これ。はい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 。これベッド？面白いね。うわ、びっくりした。こんにちは、リンリン。あ、さっきのおばさん、中に入ってきとったん？毎日のご飯って悩むのよね。さてさて、私にご用？リンリンって。それ100年前に私がつけたあなたね、あだ名よね。かわいいでしょ。あなたの本当の名はリンク。あなたはハイラルの英傑としてミファー様と厄災ガノンに立ち向かった。里のお年寄りはハイリア人のあなたがミファー様を奪ったぞらってご立腹だけど、当時を知る今100歳そこそこのゾーラはそうは思ってないの。あなたとミファー様は大厄災を食い止めてくれた英傑よ。他に聞きたいことある？まあ、まずはちょっと止めようかな。止めよう。止まろうかな。はい、こちらは魚の屋、魚の根屋。え、あれ？あなたは100年前のリンク様。おっと、仕事仕事。いつでも深い眠りを旅人に、ゾーラの宿、魚の根屋へようこそ。お泊まりですね。普通のベッドなら20ルピー。私服のウォーターベッドなら80ルピーですが。ウォーターベッド？ウォーターベッドって？ああ。ウォーターベッドとは、その名の通り、中が水で満たされたベッドです。体に合わせて変形するので全身を包み込み、さらにほてった体を沈める効果があるんです。お前田のベッドとは比べ物にならない、私服の寝心地も提供できますですよ。いかがいたしますか？まあ、とりあえず普通ので、そんなにお金もないけんさ。朝までお願いします。それでは朝までごゆっくり。おはようございますです。よくお休みになりましたでしょうか。ええ、きっと。この辺のもの取れんのよね、別に。取ろうとすんねって感じだけど。あれ、おばさんおらんなった。あ、ちっちゃい子がおるよ。お母さんなんか知らない。願いの川辺にお手紙出しに行きたいのに、水の化け物が危ないからダメだって。私もう子供じゃないのに。願いの川辺って？願いの川辺ならゾーラ川の途中にありますよ。願いの川辺からお手紙を流して返事が来れば幸せになれる。そんな言い伝えがあるんです。他に何かありますか？お手紙って？このボトルにお手紙を入れてゾーラ川に流すと必ずお返事が返ってくるんです。結構でかいボトルだな。あそこにくくりつけてるやつ？お返事くれる人ってどんな人かな？会ってみたいな。
他に何かありますか？君は。私はフィネ。フィネと言います。他の女の子たちはみんな指導時に首ったけみたいですけど、私には私だけの、みんなにはみんなの王子様がいると思うんです。おお、いいね、ロマンチストやね。はい、それでは。なるほどね、これ流してきてあげたいけれど、あ、そうだ、料理した子。何、誰か呼んでる？いや、もう私出るからさ出るからさ。防御力が増す。ハイラルバス。手に持つ。はい、料理。楽しそうだな、顔。串焼き魚。取れたての魚を串に刺して焼き上げた、シンプルながらも、シンプルながら最も魚の味を楽しめる料理。ほうほう。そして、獣肉かな。上獣肉。上獣肉と、ハイラル米。ほい。肉おにぎり。甘辛く味をつけた肉がたっぷり詰まったおにぎり。ボリューム満点でお腹にしっかりたまる。そして他は、虫と一緒に煮込むと薬に、ビリビリフルーツ、リザルフォスの角、上獣、何がいいんかな、フレッシュミルク。シチューを作りたいんけど、シチューってどうやって作るんやろうな。どんぐり、この辺も使えそうかな。鎧鯉、何がどう使えるんかがよくわからんけんさ。ハイラルバス、いろいろと使ってみる。なんかシーフード系の何かしらができるんじゃないかなと。串焼き魚やん。ミルクとかどんぐりとかどこ行ったよ。ゴーゴーガエル、鳥の卵、鳥の卵とハイラル米は卵かけご飯かな。目玉焼きライス。目玉焼きのとろりとした黄身が炊きたてのご飯にとてもよく合う、シンプルだが奥の深い料理。ほうほう、いいね、いいね。なんか新しいレシピが出来上がったらちょっとウキウキするよ。どんぐりと、どんぐりと獣肉。まあ、なんか回復効果がアップするらしいけんさ、どんぐり使ったら。串焼き肉、いいね、いろいろと。どうも。おはよう、リンリン。私にご用？ミファーって？え、リンリン、ミファー様のこと忘れちゃったの？ミファー様はドレファン王のご息女、指導時の姉君に当たるのね。あ、そうなんや。そして傷ついた者を癒す、ゾロ族の英傑でもあったの。100年前、厄災ガノンと戦うからって、神獣バルッタに乗っていたんだけど、でもその後どうなったのかは、ね。え、それは行方不明ってこと？死んだんかな？あなたは？リンリン、ひどい。私は子だよ、覚えてるくせに。100年前、私とミファー様どっちを取るのって困らせたこと、まだ根に持ってるの？でも今ではカーティと結婚して、一児の母だから安心してね。娘のフィネともどもよろしくね。あ、娘なんや。なるほどね。うん、じゃあね。ちゃんといいお母さんやるんだよ。これがミファー様って言ったよね。もうほら、全然。体のバランス超いいやん。てか人間じゃね？ねえ、ゾーラ族っぽくないよね。おはよう。マルートマートへようこそ。マルートにご用でしょうか？工房について。工房のロス売りおじいちゃんはマルートのおじいちゃんなんだよ。なんでもミファー様の使ってた氷の槍をね、直してたその人なんだよ。なんかわからんけど、すごい人なんやね。またねー。てかその、どこだ、こっちか。いや、こっちじゃないわ。目的の場所は
どうやったら目的の場所に着くんだ。こっち多分行き止まりよね、普通に。こっちから行くんかな。なんか全然反対方向に進んでいきよる気がせんでもないけど、まあ着くだろう、きっとつながってるだろうっていう風に期待をして進んでいこうかな。ほらほら、結構ちょ待って、あっちこっちかな、あこっちだね、こっちだね。ほら兵士が守ってるじゃないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。